白人によるアジア人差別どう思う？俺がされてないからどうでもいいわ。他のやつがされてても。西村博之がされてた。いや、だからさ、帰ってこいよ、お前。壁ありだろ、どう考えても住まなきゃいけねえのは。パリじゃねえんだって。壁あり帰ってこいよ。中国人は帰れって言われてた。どういうケースで？どういうシチュエーションで帰れって言われてたの？今世界的に中国の風当たりなんてめちゃめちゃ悪いだろ。なあ、他のさ、国からしてみればさ、白人とか黒人から見たらさ、黄色人種なんてみんな同一の国と思われるよね。なんなら中国人だと思っちゃうよな。韓国、中国、日本なんて区別つかないんじゃない？日本にいれば差別なんて受けねえだろ。日本帰ってくればいいのに。帰ってくればいいじゃん別に。橋で言われたんだって。日本に帰れ、中国に帰れって。フランスで。俺、その、すげえ、なんていうのかな、ヨーロッパの良さわかんねえからさ。飯もまずいだろうし、ひろゆきさんに言ったんだよ。いや、日本から見たらフランスの方が飯うまいっすかって言ったら、うまい、チーズとか。チーズ？ラーメンは？ねえ、ラーメン。ねえ、焼肉は？チーズ食ってんすか？乳製品はフランスの方が、鳥みてえな、鳩みてえな動きしながら、乳製品はフランスの方が美味しいと思いますよ。ずーっと乳製品食べてる、多分。なんかさ、日本人とかさ、ヨーロッパに対するさ、美しいイメージ持ちすぎな気がするわ。久々にその、うんこちゃんのモノマネしたんですけど、喉が一発でやられるんですよね。カラオケオールしたんじゃねえぐらいの、あの喉にいきなりなるんですよ。なのでその、加藤純一さんのモノマネはなかなか厳しいよねっていうのがあるんですけど、まああのちょっと面白いと思った方はそのいろんな再生リストを貼っときますけれども、再生リストに僕は過去いろいろあのひろゆきさんと加藤純一さんのそのいろいろコントだったりとかを撮ってたりもするので、ぜひ見てみてください。ではまたいろんな動画で会いましょう。よろしくお願いします。